はい昨日ですねあのリクエストあったやつ本のおすすめおすすめの本みたいな紹介動画を撮って、まあ、相当何十冊だ2三3 0冊紹介したと思うんですけど今回1冊ねこれベスト・オブベスト・オブ1冊これは読んでほしいっていうねベスト・オブ1冊ですベスト・オブ1冊前回その紹介した動画の中にも,もちろん出てますで今、まあ、ベスト・オブ1冊です デでデでデでデュ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 デでデュ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 デでデュでュデ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 でデュデュたュデ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 でデでデュこュでュデ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 ュんでデュデュデュデこデュ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 デででュデ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 ュでュデ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 ュでュデュデュデュ それめっちゃ大事やねんっていうねはいちょっとここ大事なんでちょっとあの読みましょうかここねこのえっ、ー、と十三3 9ページですねはい、えー求めた「求めたものだけが手に入る」という人生の法,法則「求めたものだけが手に入る」という人生の法則「世の中の 世の中の中ことは思うようよにならならい私たち人生で起こってくるさまざまな出来事に対してついそんなふうに見,見限ってしまうことがありますけれどもそれは思うと思う通りにならないのが人生だと考えているからその通りの結果を呼び寄せているだけのことでもう一度言いますね思う通りにならないのが人生だどうせ俺がやってもダメだどうせ俺がやっても稼げない稼げる人は一部の人だ と思ってるからと考えてるからその通りの結果を呼び寄せているだけのことでその限りでは思うようにならない人生も実はその人が思った通りになっていると言えます謎かけですねうどうせ稼げない一部の人でしょって思ったらやらないでしょやらなきゃ稼げないですよもうす、ね、どうせ稼げる人って一部でしょ吉田さんだからできるんでしょって思ってたらやらないでしょでやらないから稼げないじゃないですか もうその通りなんです <laughs> 人生はその人の考えた、えー、ところ考えたぶぶまあちょっと漢字読めないな <laughs> 考えた通りであるというのは多くの成功哲学の柱となっている考え方ですが私もまた自らの人生経験から心が呼ばないものが自分に近づいてくるはずがないということを信念として強く抱いています稲森和夫さんもね。つまり実現の 射程内に呼び寄せられるのは自分の心が求めたものだけでありまず思わなければ叶うはずのこともないか叶わない言い換えればその人の心の持ち方や求めるものがそのままの その人の人生を現実に形作っているのでありしたがってことをなそうと思ったらまずこうありたいこうあるべきだと思うことそれも誰よりも強く身が焦げるほどの熱意を持ってそうありたいと願望することが何よりに大切になっていきますで、ここからなんですよここから特にノウハウコレクターの人にここの章をね、もう1億回読んでほしい ノウハウハコレクターの人に1億回読んでんででほしいすよこれ生き方なんですけどね生き方なんだけどノウハウコレクターの方に1億回読んでいただきたい一度じゃないですよ1億回です1億回読めっていうねはいえそのことを私が肌で知ったのはもう40年以上も前松下幸之助さんの講演を初めて聞いた時のことでした当時の松下さんはまだ、えー、後年ほど 神化されれおられない頃で要は経営の神松下幸之助ってあがめられてない初動ですね初動で神化されてないおられない」頃で私も会社を始めたばかりの無名な中小企業の経営者にすぎませんでしたそこで松下さんは、えー、有名なダム式経営の話をされましたダムを持たない川というのは大雨が降れば洪水が出て えー、洪水を起こす一方日照りが続けば枯れて水不足を生じてしまうだからダムを作って水をため天候や環境に左右されることなく水量を常に一定にコントロールするそれと同じように経営も景気の良い時こそ景気の悪い時に備えて蓄えておくそうすると余裕のある経営をすべきだという話をされていました。それを聞いてそれれをを聞聞いいてて それを聞いて、何百人という中小の経営者が詰めかけた会場の不満の声がさざ波のように広がっていきます。なんか、なんか、なんか、大したこと言ってるけどな。なあ、みたいな。<laughs> えー、それを聞いてね、何百人という中小経営者の不満の声がさざ波に広がっていきました。広報の席にいた私にはよくわかりました。何を言ってるのかと。その余裕がないからこそ。 何を言ってるのか。その余裕がないからこそみんな毎日朝で水垂らして悪戦苦闘しているのではないか。余裕があったら誰もこんな苦労はしない。我々が聞きたいのは、我々が聞きたいのは、どうしたらそのダムが作れるのかということであって、ダムの大切さについて今更改めて念を押されてもどうにもならない。いや、吉谷さん、そういうのじゃないんですよ。吉谷さん、そういうのじゃないんですよ。 どうやったら稼げるのかそれを聞かせてくれとね稼ぎ方がわからないからできないんじゃないかそれを聞かせてくれよ吉谷さんっていうこんな感じですねはいそんなつぶやきがささやきがあちらこちらで交わされていたのですやがて公演が終わって質疑応答の時間になった時一人の男性が立ちこう不満をぶつけましたクレームですね、えー、ダム式経営ができれば確かに理想です 松下さんの言ってることは確かに理想です、ね、それは理想想でですすそれよとしかし現実にそれができないどうしたらそれができるのかその方法を教えてくれないことには話にならじゃないですか。ねっいいノウハウがないとダメじゃないですかとやり方がわからないと稼げないじゃないですかどうなってるんですかね足をここまで運べてね,ねなんか売り上げが上がるノウハウがけると思ったら。 なんかダムのが大切だよとそれをなんか諭されても「ひゃいゃとこっちはね時間と金払ってんだとノウハウを教えろというようなクレームなわけです。はい、これに対してこれに対して松下さんは、えー、恩,恩和な顔に苦笑いを浮かべてしばらく黙っておられました。それからポツリと ポツリと、松下さん、松下、経営の神、経営の神、松下幸之助さんは、なんて呟いたのか、そのクレームに対してね。その、その、そのクレームをどう対応したのか、松下幸之助。松下幸之助はそのクレームに、ノノアを教えろよ、バカ野郎っていうクレームに対してね、松下幸之助はどう対応したのか。衝撃的な対応でございます。はい。松下さんの対応。えそれからポツリと、 まあちょっとねしばらく黙ってねそれからぽつりと松下さんこう言いました「そんな方法は私も知りませんのや」「<laughs> そんな方法私も知りませんのや」「知りませんけれども知りませんけれども知りませんけれどもダムを作ろうと思わ,え思わないと飽きまへんな」とつぶやかれました。そんんなな方法は知らんがなと だけどそ,のそういうダムを作らないといけないと思わないとだ飽きまへんぞということをぼやいたわけですよ。でそしたらね今度はとつぶやかれたたのです今度は会場中に失笑が広が広りました答えになったとも思えない松下さんの言葉にほとんどの人は失望したようです。なんだこいつに聞いてもダメだと。全然論点すり替わってるみたいな話ですよね。 しかしだがしかしだがし,かし,しかし私は失笑もしなければ失望もしませんでした稲森和夫さんですね稲森和夫さんは失笑もしなかった失望もしなかったどういうふうに感じたのかというとそれどころか体に電流が走るような大きな衝撃を受けて半ば呆然と顔色を失ってしまいました。 松下さんのその言葉は私にとって貴重な真理を突きつけていると思えたからですいやーこの章はねわかるんです <laughs> いやこれめちゃくちゃ大事なんですよだけど9割の人が9割の人がこのクレームなんですよわかりますこの9割のでね僕20年ネットビジネスやってます でね僕から言わせるとねまあ僕が商品売ってる側が言うべきことじゃないですよ商品売ってる側の僕が言うべきことじゃないんですけど商品なんか買わなくても稼げるんですよ環境もある情報もあるじゃないですか20年前に比べるとね昔は情報がなかったですなので情報を取るためにお金が払わないと情報を取れなかったんですけど今もう いいっぱ無料で <laughs> ねっ光回線今光回線 ADSL なくなったんですよ3月に YahooBB なくなりましたサービス停止ですもうほぼ光 LTE スマホの LTE だったら YouTube 止まることないでしょ僕が ADSL の時代 YouTube 止まって見れなかったんです白ゲージ一回止めて白ゲージをこうためないと見れなかった時代があったんです今どうですかそこら中に無料 w i f i あるし YouTube もこんだけの動画あるし昔は YouTube が出た頃は幼児向けの動画しかなかったんですよ今どうですかコンテンツありふれてるじゃないですかいろんなもうさまざまなコンテンツありますよね無料で見れます、はい、<laughs> ノウハウ落ちてんじゃないですか落ちてる大事なのは大事なのはあなたが稼ぎたいっていう気持ちがあるのかどうかなんですよ一番大事なのはね あなたが本当に成功したいっていう気持ちがあるのかそれを思ってるのか思ってないのかっていうそこだけですよ環境もある情報もあるんだからどうですか、ね、そうあんまり言い過ぎるとね、まあ、僕の商品も売れなくなるのであれなんですけど <laughs> 買ってください大丈夫です今回は買わなくても買わなくても0円を試して2か月1円も払わずして情報を取れます はい。こちらがですね、今日で終了の、えー、っと、まあ、この本もね、紹介しときま、あの、リンク入れておきますけど、えー、っと、オーディブルっていうね、アマゾンのサービスで、こういう本をね、オーディオで聴けるっていうサービスをやっていて、これがなんと2ヶ月無料お試しをやってます。で、今日で終了です。で、まあ、前回の動画でもちょっと最後の方、オーディブルの話をしたんですけども、まあ、僕もね、今、まあ、これ本いっぱいありますけども、 あの昔はそういうオーディブルなんかもないし音声とかもそれないわけでしょだからまあ本を買って読んだりとかしてましたで途中から電子書籍とかも出てきましたけどね昔は電子書籍もなかった Kindle なんか昔なかったですからねでまあそのオーディブルみたいなサービスも昔なかったでしょ十何年前ねそうだけど今はそういうサービスがあるのでしかもねイヤホンの進化ですよ昔ね Bluetooth でイヤホンなんかないですよ有線ですよ全部 ほとんど20、20年前とかね。20年前、Bluetooth あったかなすいません、あったかな多分ねえよな。<laughs> 今、すごくないですか僕ね、もう AirPods、今充電してますけど、もうすごいですよ。ノイキャンとか、すごくないですかあのね、AirPods Pro、今度3出るっぽいですけど、ノイキャン、マジやばいですよ。AirPods のノイキャン、マジやばい。うん、あれ、神ですね。 だもう時代も進化してるもう Bluetooth もね遅延も,も,も何もあるやつもあるかもしれないですけどないですよほとんど <laughs> だから音声学習の場合は耳にぶっ刺してなんかその洗濯しながらとか料理しながらとかね掃除しながらとかもうながら学習ができるんですよで特に時間ない人多いじゃないですかだから隙間時間にインプットするんですよ本当に本当に隙間時間 何かの移動してるとか何かやりながらっていうのが学習できるので本当ね音声学習はマジでおすすめでございます、はい、でまあこれもおすすめですけどねここの章はもう本当ね僕,僕もし僕も「稲盛和夫さんよく言ってくれたその通りなんです!」っていうね、まあ、松下さんもすごいですけどねで松下さんもすごいんだけどこのこ,ここの一節僕めっちゃ好きなんですよすごく感じるんですよねうーん 本当に強烈にですよ。まあここ、この後、文章続くんですけど、寝ても覚めても強烈に思い続けることが大事って書いてある、大切って書いてあるんですけど、いや、本当に今はめちゃめちゃその気持ち、あの、やる、まあ、腹くくってね、やるぞっていう気持ちがあれば、マジで誰でも稼げますよ。言い切りますよ。でもこう、ね、ここにも書いてますよ。寝ても覚めても強烈に思えるかって話なんですよ。思ってます 吉谷さん動画ってどれぐらい撮ればいいですかステップメールって何通り書けばいいですかとかねもうんかそういうレベルじゃないですかなんかみんないやいやと強烈に思ってるんだったら <laughs> 結果出るまでやれよって話で <laughs> 環境も情報もあるんだから <laughs> まあしょうがないですよ初心者の人は基準が欲しいんでねどれぐらいっていうのが欲しいんでしょうがないんですけど時給1時間働いたらどれぐらい給料もらえるんですかって欲しいじゃないですか しょうがないんだけども、そのレベルだと正直しんどいですよね。うん。ちょっとかあの成功する、稼ぐっていうのは難しいかなっていう。このね、本質っていうかもう、こもうまさにこれなんで、うん。本当思わなければ始まらないですからね。で、僕自身も実際に、まあ、僕はちょっと時間かかりましたけど、僕はね、思ってたわけですよ。思ってたから今の生活があるわけですよ。当時ね、うさんくさいページですよ、20年前。 パソ,えーね、パソコン1台あれば月100万稼げるのか自由な生活自由な時間すげえな羨ましいなになりたいなって強烈に思ったわけですよでその強烈に思って20年続けましたね <laughs> あれから20年っていうね。まあ、今,年今年の10月ぐらいで僕20今年の10月1日で42になりますけどそれ見たの22なんでね22の時にそれを見たんですよ で、今年での10月1日42です。20年ですね。やりましたよ。続けてますよ。今自由です。ありがとうございます。<laughs> 鹿児島で独立もして、鹿児島で独立もしてもう8年ぐらいですか。一人で自由にやってます。でもそれは思い続けたからですよね。思ってなかったら途中でそう思わなかったら多分もうやめてるだろうし。うん。はい。僕はすいません。あの、 思思っっったたから叶っっていううう、まあ、本当そうだなと思うんですよねどっかで諦めたりどっか途中でやめてたら、あのー、今ないですよ今多分コンビニでバイトしてるとか派遣で仕事してるでしょうねうんこれは間違いないこの,このスキルネットで稼ぐスキルをつければ本当に実現できるって思ってたんでこれからはネットだネットで稼ぐスキルがあれば何とか飯食える自由にもなれる稼げるっていうのは思い続けたんでそこはそこはぶれなかったですね まあ大,変あまね、大変なこともいろろいいありましたね大変なことっぱいあったけどもそのの思いいっっていうはは消えることはなかったで,す、ね、なんで消えることがなかったかっていうと僕の理論ですよ僕の考えの土台としてネットがそもそもなくなるっていうことは考えられないなっていうふうに思ってたんで,でそれがラッキーでしたよね当たったっていう。 ネットはどんどん普及されてデバイスも進化して今小学生でもネットを使うっていうね昔はパソコン一家に一台でウィン昔の人だったら分かると思うんですけどパソコンに一家に一台あってそのお父さんとかねお母さんとかね僕とかねなんかそのユーザー名作ってねログインしていくみたいな昔はそんな時代だったんですよ今はね一人一台スマホですよどうなんですかどうなんだ だからラッキー僕が本当にラッキーだったなと思うのがネットはなくならないし伸びるだろうっていうここは当たったからここは良かったですねこれ外れてたらダメだったんですけどそれがまあまあ僕があのうまくいったのはその思ったとしてもそれが外れてたらちょっとしんどいじゃないですか,かネットで稼ぐって決めてもじゃあネットがなくなってたらその思いって実現できます、まあ、思うこと大事ですよ思うこと大事なんだけど。 <laughs> た確かに、まあ、もうまあこの今すげえいい言葉言ってるんだけどそれをなんか否定する話になっちゃうんだけど思ったとしてもそれがなくなったらできないじゃないですかネットがなくな,くな世の中からなくなりましたこれからはネットだネットで稼ぐってめっちゃ思ってたとしてもネットが世の中からなくなりましたってなったらそれは実現無理じゃないですかまあ自分でネット会社を作るんだったら分かんないですけどね <laughs> だそれはねちょっと僕ラッキーだなと思いますね ラッキーだなで逆に言うと今からネットでこう稼ぐっていう人はめちゃめちゃラッキーなんでしょだって最初から環境揃ってるわけじゃないですかでこのね今回ご案内してるアマゾンオーディブルとかも昔なかったんですよこんなのしかも2ヶ月無料ですよただで情報仕入れて発信もただでできるんですよこれ利益出せ利益出るじゃないですか利益だって仕入れただですよ情報の仕入れしかも本っていうねある程度の そのフィルタリングされたまあ質がいいある程度の質がいい情報を無料で聞き放題じゃないですか。これれ仕入れて出せば金になりますすよ大丈夫ですか、はい、ということで今日の、えー、今,日こうこう今日で終了なので無料試し2か月がねなんでまだその無料試しやってないよっていう場合はこの YouTube の下にリンク入れときますので、えー、無料試しぜひ聞いて 2ヶ月間でお金かかかりませんから、うん、でその後解約するあそ2か月のお試し期間に解約すれば金かかんないしあ続けようと思ったら続ければいいだろうし、うん、な感じですかね、はい、で本当にせこい人はせこい人は2か月間情報めっちゃ仕入れてでそれを金に変えて「ありがとうございますアマゾンさん」みたいな「アマゾンみやぞんありがとう」みたいなね「ざーす」みたいな <laughs> それもできますから。 はい、ご自由にどううぞっていう話ですあの多分ねアマゾンは結構大企業ですから大企業なのであなたが一人解約したとしても多分潰れることはないんで大丈夫です多分 <laughs> でしかももう書いてあるからねあの解約自由にできますよって書いてあるのでねね書いてありますから自由に解約できますっていうねあのなんか昔なんかあのなんか問題になったのが脱毛だったかな 脱毛のなんか無料ため、なんか無料ですよって言ってるんだけど、なんかめちゃめちゃ縛りがあって、縛りがあって、結局金払わないといけないみたいななんか問題になったやつが確かあったような気がするんですけど、Amazon のやつはオーディブルはないです。ないんです。その契約とかないですから、あの、多分ワンボタンで解約できます。ご自由にどうぞ。 ということで、えー、今日で、ね、2ヶ月無料試し終了しますので、えー、音声学習めちゃめちゃおすすめなのでこれあのぜひあの2ヶ月やっていただくといいんじゃないかなと思います。では。